どうも皆さんおはようございます。工藤です。現在の時刻じゃない、まず日にちからですね。はい。本日は7月4日の月曜日、現在の時刻は朝の6時12分でございます。ちょっと緊張してます。はい。というのもですね、今ねこれスペースで実はライブ配信というかやってます。はい。で、細かいことはねちょっと後々話していくんですが、昨日おととい、さらにその前の、3日間でですね、ツイッチを使ってのライブ配信をやったんですけど、ちょっといろいろありまして、ツイッターのスペースの方に移行しようかなと考えております。はい。で、今ね、この収録というか配信はですね、ツイッチではやらずに、ツイッターのスペースで、ライブ収録というか公開収録的なことをやっています。はい。で、ツイッターのスペースにもね、録音機能っていうのがあるんですが、ちょっとねツイッターのスペースの録音ってアーカイブ取るのにちょっと一手間あるので、ちょっとそれめんどくさいなと思って、パソコンでね別途録音しております。はい。で、撮ってるマイクもね全然違うので、皆さんが今ツイッターのスペースで聞いてくれているものと、ポッドキャストでね、配信されている音声っていうのは結構違うのかなと思います。はい。で、今日は、ちょっと初めてね、スペースを始めてみたということで、そのツイッチからなんでスペースに移行したのかみたいな部分っていうのをちょっとお話ししていこうかなと思います。はい。じゃあ、早速なんですけど、そうだな。ツイッチからスペースに移行した経緯ね。について、ちょっと置いといて、今後ね、このスペース、今回初めてなんですけど、一応今のところは、明日以降もスペースでやっていこうかなと思っております。はい。で、配信ペース、というかいつ配信するのかについては、いつも通りなんですけど、朝の、6時くらいから、はい、毎朝、毎日だね。特に私が何も用事がなければもうほぼ毎日朝6時くらいから、約1時間くらい、1時間ない日も、ね、結構あるんだけど、長くても1時間って感じ。1時間オーバーすると、ちょっとポッドキャストのね多分長さ的に厳しい可能性があるので、1時間以上は喋らないつもりでやっていきます。はい。で、先ほどもちょっと言ったんですけど、これね今スペースで配信して、でもちろん録音しているので、ツイッターのスペースでね、アーカイブを聞くこともできます。ただ、ツイッターのスペースのアーカイブって、30日間だったかな、録音されていたとしても30日間しか聞けないので、30日以降はね、もう削除されちゃうんですよね。だから、残したいなと。半永久的にというか、ね、消されても困るんで、後から聞きたいなっていう人もいると思いますので、それは、ポッドキャストの方で配信していこうかなと思ってます。で、今 ね、収録というかレコーディング、ツイッターのスペース上でレコーディングして30日間残すようにしてはいるんですけど、今日はねちょっと初めてなんで残すつもりでいるんですけど、今後はちょっとまだわかんないです。本当にツイッターのスペースはもう本当にその時だけ配信される、聞けるみたいなコンテンツにする可能性もあるし、でアーカイブはポッドキャストで聞けるみたいな、だからツイッターのスペースでは本当にリアルタイム6時からの配信しか聞けない、それ以降のアーカイブ30日間残すって言ってたけど、それも残さないっていう、手法もありかなとはちょっと思ってます。はい。で、あとはそうだね、
あ、ポッドキャストの方に上げるバージョンについては、パソコンでね、別途録音しています。今もね、この今喋ってる音声も、ツイッターのスペースで、ツイッターのスペースでさ、スマホでしかホストできないんだよね。うん、なので、今ね、ツイッターのスペースは Android、まあ私 Galaxy 使ってるんですけど、で、配信してます。なので、音声の質で言うと、あまり良くはない。うん。まあ普通、悪くもないと思うけど、普通かなと。はい。スマホのね、内蔵マイク使って配信してます。まあいつもね、ここ最近というか、もうずっとそれでやってきてたんですけど、うん、まあ音質的にはまあそれなりっていう感じだと思います。で、あの、ポッドキャストの方にあげる、別途ね、パソコンで収録しているやつに関しては、マイクもね、まあ、3万ぐらいするシュワーのマイクを使って、で、かつ、それをね、Adobe のね、オーディションっていう音声編集ソフトがあるんですけど、それを使って、がっつり、まあ、編集っていうか、あのカットはしないんですけど、あの、なんていうの、YouTube の動画みたいにこう、なんか間違えたなとか言いよどんだなみたいな部分とかはもうカットするつもりは全然ないんだけど、カットするとしても最初と最後ぐらい、うん、まあ、最初のなんか空白部分とか最後の空白部分はまあカットしたりするとは思うんだけど、基本トーク中の合間とか、うん、はカットするつもりは全然ないんで、まあまあまあツイッターのスペースで聞けるものとそんな大差はないんだけど、ただ音声の質、音質で言うと、パソコンで収録した音声を Adobe のオーディションでエフェクトかけたりして、まあ、聞きやすくするので、うん、この前ね、とあるリスナーさんから、まあ、お便りいただいて、昔の方が音質が良かったっていう話をいただいたんだけど、あれはですね、もうがっつり、Adobe のオーディションで編集かけています。編集っていうのはさっき言ったエフェクトかけたりねしています。なのでまあだいぶ聞きやすくなってると思うんですけど、まあ、今後だからそのポッドキャストにおいてはそうだね、音質はだいぶ良くなるんじゃないかなと思います。私の声の音質ね、うん、で今ツイッターのスペースって BGM をかける機能がまあ、ついてるわけじゃないので、おそらく私の声だけがお届けされてるんじゃないかなと思うんですけど、うん、そう、BGM とかを乗っけるってなると、まあ、ちょっと別途ね、工夫が必要になるんですよね。オーディオインターフェースを接続するとかさ、ね、まあ、できなくはないんだけど、うん、まあ、ちょっとマイクとの兼ね合いもあって、あとはそのパソコンでね、収録もしなきゃいけないとかさ、いろいろね、めんどくさいことが起こるので、ちょっとね、今回はやってませんけど、まあ、いずれ、余裕が出てきたらやるかもっていう感じですね。はい。なので、まあ、ツイッターのスペースに関しては、まあ、なんだろう、ライブ感というか、まあ、実際にその時間に収録というか、配信してるんだよぐらいの感覚で聞いてもらえたらいいかなと思ってます。はい。うん。ですね。なので、まあ、まとめると、ポッドキャストの方で聞ける音声というか、については、あの高音質で、BGM がついているものになります。あと、まあ、半永久的に聞けるっていうのもあるかな。うん。Twitter のスペースに関しては、まあ、ライブ感を味わってもらうみたいな感じで今ちょっと考えてます。うん、まあ、とりあえず今回初めてなので、まあ、やってみてね、まあ、あんまりやる意味ねえかなって感じたらやめるかもしれないけど、まあ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 。とりあえずね、はい、何事もやってみることが大事かなと思いますので、はい、まあ、スペース自体は、ね、もう結構だいぶ前から、ね、まあ、リリースされてるというか出てる機能ではあるんだけど、もうずっとね手つけてなかったんだよね、うん、最初はなんか一部のユーザー限定、フォロワーが何百人、600人だったかなとかいないとできないとかホストできないっていうものだったと思うんだけど、今はねもう誰でもできる機能になってますよね。はい。そういえばさ、なんかキャプション機能あるって言ってたよね。どれだっけ？これか。ちょっとキャプションつけてみようか。
そうだ、なんか足りないなと思ったら、そのキャプションがないんだ。キャプションちょっと表示させてみますね。お、出た。ただ、あのね、ネットでも見たんだけど、このキャプション機能、英語に標準対応してるんだけど、日本語はね、そこまで標準対応じゃないらしくて、そこまでというか、まあ、標準対応じゃないのかな。だから、日本語で喋って、それ、え、違う。ん？待てよ。よくわかんなくなってきた。まあ、一応ね、今ね、出てます。ちゃんと出てますけど、ちゃんとキャプション出てるんですけど、性能というか、うん、正確性は微妙っていう話を聞いてます。でも今見た感じね、そこまで、悪くないと思うんだけどね。はい。そこまで悪くはないかなと思います。まあ、Twitch のね、方で配信した、3回ね、やったんですけど、あちらに関してはね、まあ、多言語、字幕、中、ん？てか日本語、英語、スペイン語、フランス語、中国語、うん、5カ国語の字幕をね、表示してやってたんですけど、まあ、この後お話します。はい。まあ、それもね、あって、Twitch の方がいいかなって思ってたんだけど、まあ、ちょっといろいろありまして、今こうやってスペースで配信してます。はい。じゃあ、次なんですけど、そうだ、Twitch からね、移行した経緯について、まあ、細かいところをちょっとお話ししていきます。まあ、なんで、Twitch でやるって言ってたのに、こいつ急に Twitter のスペースに移ったんだろうみたいな。うん。私も思ったけどね、自分で、うん。まあ、結構散々前からね、ツイッチでライブ配信やりたいって言って、いろいろ準備も重ねていて、いろいろ設定したりもしたし、それでやっと3日ぐらい前に、クドラジシーズン4に入って、ツイッチでね、ライブ配信始めたんだけど、実際にね、やってみて思ったところがやっぱりね、いくつかあったので、やっぱやってみないとわからないことってあるんだなって改めて思ったよね。頭でもわかってたし、もう自分でもね、わかってるんだけど、やっぱりこう、改めていろんなことに挑戦していると、ね、あ、やってみないとわかんないことってあるなって改めて思いましたね。はい。じゃあ、早速言っていくんだけど、まずですね、Twitch は、動画コンテンツで、ツイッターのね、スペース、今ね、配信してますけど、は、音声コンテンツが、メインだよねっていう話ですね。うん。ツイッチってさ、動画コンテンツじゃないですか。ライブ配信プラットフォームの。ね。メインはやっぱ動画。YouTube もそうですけど、動画なんですよね。うん。だから、何かこう、映像として見せるものを用意しておかないと、なんだろうね。別に、用意しなくてもいいっちゃいいんだけどね。別に、真っ暗画面でさ、音だけ流れるみたいなものでもいいっちゃいいんだけど、ちょっとそれだとなんか味気なさがやっぱ出ちゃうんだよね。うん。しかもその、サムネとかもさ、あるから、サムネも用意しなきゃいけないとか、うん。再生する際さ、やっぱサムネで開くか開かないか決めたりとかっていうのもあるし、うん。っていうのもあって、なんだろうね。その音声コンテンツを動画プラットフォームで出すのって、私ね、YouTube では、そのアーカイブというか、ポッドキャストのアーカイブというか、YouTube でもね、聞けるようにしてはいるんですけど、なんだろう、ライブ配信ってなると、なんかちょっとやってみて違うなって思ったんだよね。なんとなくね。もちろんできなくはないし、私もいろいろ工夫してね、動画コンテンツとして、うん、なんか面白くなるように、字幕つけたりとか、オーディオスペクトライザー使ってね、波形が見えるようにしたりとかさ、時間が見えるようにしたりとか、いろいろね、コメントが表示されるようにしたりとか、いろいろやったんだけど、
まあ、もちろんね、見てくれる人も、まあ、ちらほらいるんだけどね。いるんだけど、まあまあまあ、なんかね、なんか違うなっていう感じがしたんだよね。うん、実際にやるまではあんま思わなかったんだけど、はい。なんかね、音声、なんだろう、どう言えばいいんだろう。自分が、その、自分、私がね、配信してる、その、音声配信のライブをツイッチで見ようってなったとして、自分のね、動画をね、で見ようとしたとして、あくまでメインコンテンツはやっぱ私の喋る声なわけじゃないですか。音声配信だから。うん。で、世界中の人に届けたいと思って字幕を設定しているんですけど、要は字幕って目で見るものですよね。こう、ね。目で見るものじゃないですか。まあ、当たり前だけど。今もスペースではね、こう字幕というかキャプションを表示させてますけど。で、目で見なきゃいけないから、まあ、結局動画を見なきゃいけないですよね。ツイッチってその多言語字幕つけてるけど。うん。で、音声コンテンツ、まあ、音声配信のメリットってやっぱ、ながら聞きができるっていうね。うん。ことで、まあ、動画見なくてもね、耳だけ開いてれば聞けるっていうことがメリットなんだけど、ツイッチでその多言語字幕した場合って、結局動画見なきゃいけないんだなってなって、あれみたいな。なんか違うぞみたいなね、ちょっと思っちゃって、うん、字幕をまあ見る人もいるとは思うんだけど、字幕だけ見るのってちょっときついなって思ったんだよね、自分で。うん、まあ私のパソコンのスペック上、その字幕を表示したりとかするのが、まあ、結構限界なんだよね。ゲーミング PC とかもいずれ欲しいなとかっていう話は今までもしてきたんだけど、まあ、ゲーム画面とかさ、表示させたりしたいんだけど、本当はしたいんだけど、ちょっとパソコンのスペック上でもう全然できないんだよね。うん、ちょっとでも画面がね動こうものならもう配信がねかくついちゃって、うん、もう配信どころじゃないっていう問題なんでね。うん、だからそのゲームの実況に私の音声を乗っけて、でかつ多言語字幕するというか乗っける。であればまた別だと思うんだよね。あれってやっぱりメインはやっぱゲームの画面があって、で私の音声があって、で私が何喋ってるか分かんないから字幕をつけるっていう、まあ、流れじゃないですか。多言語字幕で乗っけて、海外の人でもゲームをの画面を見ながら、あの私が何を言ってるのかっていうのをまあ理解するっていうなんだけど、なんか音声コンテンツって耳で楽しいもので動画内には、まあ、ほぼ何もこう字幕以外に楽しむコンテンツがない。でも字幕を見ないとこいつ何言ってるか分かんないっていう状態に陥っちゃうんだよね。うん。で、それを考えた時に、いや、ツイッチなんか違うなと思って。うん。ツイッチで、その、なんだろう。音声のライブ配信をやるのはちょっと違うなと感じて、はい、ちょっとやめました、ツイッチ、うん、ですね。だからゲーム実況とか、あの字幕以外に見せるコンテンツがある場合はまた別だと思う、別っていうかいいと思うんだよ、うん、私ゲーム実況もねツイッチでやってますけど、まあ、あれは OBS じゃなくて、まあ、プレステ4のブロードキャストだったり、スマホのねツイッチのアプリだったりを使って配信しているので、まあ、ちょっと字幕表示とかはできないんですけど、まあ、いずれね、ゲーミング PC とか買えて、OBS でね、がっつり配信できるようになったら、ゲーム実況もね、ゲームの画面、私の声、あとは字幕とかさ、いろいろね、表示させたいものがあった場合は、まあ、Twitch でね、ガンガンこうゲーム実況やっていきたいなと思ってるんですけど。うん。まあ、だから、私が感じた、まあ、感じでいくと、ツイッチは音声ライブ配信には向いてないという決断に至りました。はい。あの、でもね、まあ、さっきも言ったけど、ゲーム実況みたいに他の見せるものがあればいいわけだから、例えばね、顔出ししてる人の音声ライブ配信とかだったら、それ音声ライブじゃないんだろう、でもね、もはやね。うん。あの、なんだろう、まあ、YouTuber の方とかがたまにこう雑談配信とか、あとは、まあ、VTuber の方とかね、よく
く雑談配信とかやってますけど、まあ、あんな感じだったら別にいいのかなと思いますね。その人の顔とか動きをさ、もう見せて、で、字幕を出して聞いてもらうみたいな。まあ、それって別に音声配信じゃないしと思うんだけど、ただこう、人が喋ってるのを見て聞いてるだけっていうものになるので、音声配信ライブではない、じゃないね。難しい、その辺はちょっと、その辺はやっぱ難しいんだよね、なんかね。まあまあまあ。で、あとは、あれだね、あの、音声コンテンツがメインなんで、あの、まあ、とにかく喋るんですよね。喋らないとやっぱりこう見せるものがないから、見せるというか聞けるというか提供するものがないんで、音声以外に私が黙っちゃったら、あの、何も楽しむものがない、画面内に何も見るものがないんですよ、ゲーム実況って違うじゃないですか。ゲーム画面が常に表示されてて、ゲーム画面がこう動いてくれるし、ゲーム画面を見てもらえればいいので、まあ、多少さ、こう、なんだろう、黙ってても、配信者黙ってても別にいいっちゃいいじゃないですか。いいシーンとかで逆にこう、ガヤ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 言われたら、ちょっとこいつうぜえなって思ったりする可能性もね、まあ、あると思うんですけど、そう、あの、ゲーム実況に比べてやっぱ音声コンテンツの配信って、とにかく喋ることが多くなると思うんだけど、そうなるとね、字幕が全然追いつかないんだよね。まあ、今回のこのスペースのキャプションってどれぐらい拾ってくれてるのか分かんないけど、字幕、多言語字幕の場合、ね、全然追いつかないんだよね。そう、何行にもわたってこう日本語がね、ぐわーっと積み重なっていって、でそれを一気にこうなんか翻訳してバーンって出すから、どんどん次から次にこう字幕が流れていっちゃって、正直字幕を終えてないんじゃないかなっていう感じもしちゃってね、なので、まあ、やっぱその辺についてもやっぱ音声ライブで、字幕、多言語字幕あんま向いてないのかなって思ったりしましたね。ゲーム実況だったらさ、あのゲーム画面で何か動きがあって、うおーとかさ、まあ、これすげえやーとか、いやそれどうなってんのよーみたいな感じで喋っていくんで、まあ、そこまでやっぱ喋る量そんな多くないですよね、音声メインのコンテンツに比べるとさ、ね、やっぱメインはやっぱゲーム画面のキャラクターが喋る声だったり音だったり BGM だと思うので、だからね、字幕も全然見せられていくと思うんだけど、音声コンテンツはとにかく喋る量が多くなるからね、わかんないよ。単純に私が喋る量が多いだけっていう可能性もあるけど、まあ、私からするとちょっと字幕が追いついてないなっていう気がしました。はい。ですね。なので、ちょっとまとめると、まあ、Twitch は、私の使い方ね、私の使い方でいくと、Twitch はゲーム実況でやる、使う。で、Twitter のスペースは、まあ、ポッドキャストのライブ収録というか、まあ、音声コンテンツなんでね、音声メインの配信プラットフォームなんで、Twitter のスペースは。なので、音声のライブ配信は Twitter のスペースでやっていこうというふうにまあ決めたわけです。はい。まあ、使い分けだね、やっぱね。何事も使い分けかなと思います。まあ、何でもかんでもね、やっぱ、その、でっかいプラットフォームだからといって、何でもかんでもそこでうまくいくかというと、そういうわけでもないんだなって、やっぱ改めて思いましたね。まあまあまあ、Twitch はゲーム実況、スペースは、まあ、音声のライブ配信みたいな使い方を今後はやっていこうかなと思ってます。はい。OK。というわけで、まあ、Twitch のプラットフォームが結局だから音声ライブ配信に向いてなかったっていうまず理由の一つですね。はい。よし。で、もう一つあるんですね。もう一つっていうか、まあ、散々話したけど、もう一つね、まあ、ちょっとまた別の視点で見た、Twitch で音声ライブをやめた理由っていうのがあるんですけど、それがですね、配信する作業が大変っていう、ことです。まあ、配信前と後でね、もうやることが多いんですよね、とにかく。配信前で行くと、まあ、準備ですよね。配信前の準備。
例えば配信前で行くと、私で言うとね、コメント表示するためにワンコメっていうのを使ってるんですけど、ワンコメをまず起動する。で、多言語字幕を表示するためにゆかりネットコネクタネオっていうのを使ってるんですけど、それもまあ起動する。まあ、その2つはね、ワンコメとゆかりネットコネクタは連携できるんで、まあ、同時起動させたりとか、まあ、してるんですけど、うん、まあ、起動するだけなら別にいいんだけどね。はい、あとはまあ OBS を起動するとか。で、OBS 起動した後に、その、なんていうの、画面にちゃんとそのコメントが表示されるのかとかさ、字幕がちゃんと表示されるのかっていうのを確認して、もろもろその他にも準備をして、よし、じゃあ配信開始ってやるわけですよ。うん。やっぱね、結構その辺のこう準備が、時間かかる、とにかく。うん、まあ、慣れてくればもっと早くできるのかもしれないし、うん、まあ、最初というか、まあ、3回ぐらいしかやってないから、なんとなくね、あの緊張してるのもあって、配信開始のボタンがね、ちょっとこう、プルプル震えるんだけど、うん、なんかそういうのもあって、配信前の準備めっちゃ大変だなと思って、うん、っていうのがまず一つ。で、あとは配信後の作業ね、うん、まあ、配信中も配信あるな、一応。配信中はやっぱりその画面の切り替え、実際に見てもらえれば分かるんですけど、最初その、スターティングスーンっていうね、あのもうすぐよ、あの私のトーク始まりますよっていう画面が、まあ、出てて、で、あとは実際に私が喋る画面っていうのもあって、で、あと最後にじゃあ聞いてくれてありがとうございましたみたいなエンディングの画面があるんだけど、まあ、3つの画面をね、切り替えて使ってたんですけど、やっぱそういうと切り替えをしなきゃいけないっていうのもありますね。うん。切り替え。音声メインのコンテンツ、まあ、ツイッターのスペースで、まあ、さっきね、キャプション表示させるために、まあ、設定画面いじってポチッとかやりましたけど、それ以外何にもないわけじゃないですか。ね、別に。うん。特に画面切り替えるとかもないし、画面ないしみたいな。うん。音声だけだからね。ないから、もうとにかくあとは喋るだけなんで、うん、めちゃくちゃ楽ですね。今やってて思うのは、うん、とにかくね、配信中はその配信されてる画面を見て、ちゃんと出てるとかね、ちゃんと配信されてるのかみたいなところを出さなきゃいけないから、出すっていうか確認しなきゃ、しながらね、喋んなきゃいけないから、なんかあんまりこう配信に集中できてなかった部分もあるんだよね。うん。で、あとはだから配信後の作業、もうね、配信後の作業もめちゃくちゃ大変でさ、一番大変なのは配信後の作業なんだけど、まあ、ツイッチで動画で、要はアーカイブが残るじゃないですか、ライブ配信した後。うん。で、残るんだけど、今度それをね、YouTube にエクスポートしますよね。YouTube でも配信したいから。YouTube でエクスポートする。で、あとはアンカーにポッドキャスト用の、 あの音声データをアップロードしなきゃいけないんだけど、あ、そうだ、あのちょっとさっき言い忘れたけど、配信前の準備と、まあ、配信中の部分でちょっと言い忘れたんですけど、あのツイッチでね、音声のライブ配信やってた時は別途私の音声レコーディングしてます。はい、別アプリ立ち上げて、うん、ツイッチの配信はね、 BGM としてローファイガールさんの音楽をね、使わせてもらっているので、ツイッチ上ではもうね、私の音声とローファイガールさんの BGM がもうミックスされて配信されてます。もちろんアーカイブもそういう風になっちゃってるんで、私の音声を別途抜き出すみたいなことができないんですよね。だから私の音声だけをね、ちゃんと残したいっていう場合は、別途レコーディングアプリを立ち上げたりする必要が、まあ、あると、まあ、それもやっぱ配信前の準備とか、配信中もね、ちゃんと撮れてるのかどうかみたいなのを確認をしなきゃいけないんですよね。うん。大変です。はい。で、配信後の作業の話に戻りますけど、で、別途録音した私の音声をアンカーにアップロード。で、アンカーにアップロードしたやつを、まあ、最初と終わりだけカットして、で、BGM を加えて、で、まあ、音声データが出来上がると。で、出来上がったら今度タイトルつけて、概要欄書いて、あとカバーアート作って、アップロードして、で、やっと配信。
で、やっと配信なんだけど、プラス最近始めた Spotify のミュージックプラストーク用の、オープニング、エンディングがついてるバージョンっていうのがあるんですけど、それもやらなきゃいけないんですよ。それも別途配信する、アンカーで。で、それがやっと終わったと思ったら、今度インスタグラムにカバーアートをアップロードしなきゃいけない。うん。で、あとはまあ、YouTube の方にね、Twitch からエクスポートしたって言ったんですけど、エクスポートした後は、ちゃんとタイトルつけられてるのかとか、概要欄をこう、書いたりとか、あとはまあプレイリストに入れたりとか、ね。まあ、いろいろやらなきゃいけないわけですよ、YouTube の方も。なんかね、動画のその設定というか終了画面つけたりとかさ、まあ、それもやらなきゃいけない。で、この前新しく始めるって言ったことの中に TikTok 始めるって言ったんだけど、まあ、TikTok 用のショート動画もアップロードしなきゃいけないってことで、これに関してはね、まだできてるのすらいないんだよ。うん。そう。3回 Twitch で配信やって、もう3回ともね、もうとにかく配信作業大変で、うん、もういろんなプラットフォームにも、なんかもうあれやこれやってやらなきゃいけないから大変で、すでに大変なのに、そこに TikTok 動画をね、さらにやらなきゃいけないってなって、もうね、もう一番最初の配信の時とかね、ちょっと頭パンクしそうになってね、ちょっとわめいてたもんね。うわーみたいな。もう無理、勘弁してみたいなね。もう、うん、初めてだったっていうのもあるんだけど。まあ、あの後ね、こうちょっとメモ的に配信作業の流れをこう、ね、残して、なんとなくわかりやすいようにね、したんだけど、それでもやっぱ大変。うん。やっぱ大変ですね。だからね、もうね、配信でちょっと、ですらもうちょっとね、ぐったり疲れてるのに、喋り疲れて。なのに、その後配信の作業もやらなきゃいけないってなって、もう、Twitch、YouTube、TikTok、Anchor、Instagram みたいな感じで、もうね、もう大変すぎて、ああ、もうやってられませんわ、みたいな感じ。うん。っていうのもあって、まあ、配信作業大変だなと思って。だってもう、さ、配信作業終わった頃にはね、もう8時過ぎてんだよ、だってもう。8時。うん。まあ、今回の収録は6時ちょっと過ぎくらいか。ね、から始めてますけど、Twitch で配信するって言った時はね、もう配信前の準備もあるし、今日何話そうかなっていうのも考えなきゃいけなくて、なんだかんだやっぱ6時半とか、なっちゃってて、で、まあ、40分とか50分とか喋るじゃないですか。ね。ってなると、もう7時はあっという間に過ぎるし、で、配信作業あれやこれやってもやってたら、もう8時あっという間に過ぎちゃうんだよね。うん。で、8時過ぎたらさ、もうちょっとアニメ見たら、もうすぐね、今度ゲーム実況やらなきゃとかね。まあ、やらなきゃっていうか、まあ、私が単純にやりたいからやってるだけなんだけど、今度ゲーム実況やらなきゃいけない時間になったりとか。で、私、午後はね、仕事があったりもするんで、なるべく午前中の早い段階の時間帯でやらなきゃいけないんだけど、まあ、そういうのもあって、とにかくね、朝起きてから、なんだろう、ポッドキャストっていうか、にかかってる時間がとにかく多いなって、思っちゃって、なんだろうね、多いから悪いってわけじゃないんだけど、ポッドキャスト、まあ、私何度も言ってますけど、音声配信のメリットって、やっぱ手軽さ。うん。手軽さ。もうすぐその場で撮れて、すぐパッて配信できるっていう部分も、やっぱ、音声配信のメリットだと、やっぱ感じてるんですけど、Twitch でね、ライブ配信やってるときは、もうその手軽さがね、一切なくなっちゃったんだよね。そうそうそう。そう、全然手軽じゃねえじゃん、みたいな。もう準備も大変、配信中も大変。配信後の作業も大変ってことで、もう全然手軽さないじゃんみたいな部分があって、あれこれってポッドキャスト音声配信のメリットなくねってちょっと思っちゃいましたね。ちょっとって結構思ったね。これはなんか違うぞと、私がやりたかったことじゃないぞと思ってね、ちょっと思ったので、はい、まあ、もろもろいろいろ話してきましたけど、まあね、やっぱツイッチでは音声コンテンツのライブ配信は
まあ、向いてないなと思った次第でございます。はい、はあ、疲れた。喋ると結構疲れるんですよ。今何分ぐらい？ツイッターのスペースって特にあれなんだね、レコーディング時間が表示されたからされたりとかっていう感じじゃないんだね。他に何ができるんだろう、設定とかキャプションを表示、サウンド、効果音ってなんだろう、効果音、効果、待って待って、さっき今字幕にちょっとやばいの出たぞ。ちょっとやばいの出たぞ。やめてくれよ、これ字幕でさ、なんかなんていうの、間違って翻訳されてバンされるとかないよね。ちょっとさっきやばいね、翻訳出たけど、頼むぜスペースさん。え、サウンドに効果音ってあるんだけど、これ何？もしかしてあれか、ツイッターのスペースってコメント打ったりはできないんだけど、アクションはできるんだよね。ハートとかね、ちょっとやってみようか。ハート、これなんか起きた。今ハート押したんだけど、ちょっと待って。次、じゃあ、ピース。あ、なるほど。タイムラインみたいに下にこうバンバン出てくるんじゃなくて、ユーザーのその、ツイッターアカウントの丸いアイコンが出てるんだけど、そこに、なんていうの？その、ピースとかさ、ハートっていうのがこう一瞬出るだけなんだね。手を振る。あー、なるほど。あ、こういう感じか。はいはいはい。今回ね、ちょっと初めてツイッターのスペース使ってるんで、まあいろいろ、ね、ルールを表示ってなんだろう。あ、違う。大丈夫。あ、これ手上がってる。あ、これ手を上げるマークか。手を振るじゃないよ、これ。手を下げる。あー、なるほど。OK。もう自分一人しかいないんで、もうやりたい方でやらせてもらいますけど。なるほど。一番右に表示される、なんていうの？線で区切られてるんだけど、これだけは手を上げるマークなんだね。あ、出た。挙手マークね。これ、ズームにもありますよね。うん。私、ズームで仕事してますけど、ズームにもね、手を上げる機能ってのがあるんだけど、手を上げる機能なんだね。例えば、なんかこう、なんだ、スピーカーになりたいとか。うん。あ、ちなみに私、ツイッターのスペースって、スピーカー権限を与えることもね、できるらしいんだけど、まあ今はね、私一人で喋ってるんで、私一人しかいないから、別にないですけど、まあ誰かね、スピーカー権限欲しいって言われても、今んとこはスピーカー権限当たるつもりはないです。はい。うん。ないですね。というのも、別途ね、私そのパソコンで音声、レコーディングしてるって言ったんですけど、ツイッターの方で、スペースの方で、まあ、誰か別のスピーカーの方が来たとしても、そのマイクにその相手のスピーカーの方の音声が乗らないというか、ね、じゃないですか。うん、私の音声は別にスマホに乗る、マイクに乗るで別にいいんだけど、相手の音声聞こえないのに、後でね、そのアーカイブを聞く人が、こいつ一体誰と何を話してんだっていう風になる可能性もあるので、今んとこはスピーカー権限を誰かに与えるっていうことをするつもりはないですね。あと単純に私が見知らぬ人と会話したりするのがあんまり得意じゃないっていうのもあるかも。うん。私こう見えてね、こう見えてっていうか、見せたことないですけど、こう聞こえて、まあ、散々いっぱい喋ってるけど、実際人と喋るってなるとね、結構、まあ、コミュ障というか、あんまり人と話すのは得意じゃないかもね。わかんないけど。実際、まあ、スペースやってね、スピーカー権限来たら、まあ、ちょっと嬉しいけど、どうだろう。他の人と喋るか、まあ、それも楽しそうではあるけどね。スペースとか、音声 SNS ならではのメリットではあるんだけど、どうだろうな。ね、ちょっと事故らなきゃいいけどね。なんか、変な人が来てさ、ね、こう、自分のスペースを荒らしていって帰られるのもちょっとなって思うし、うん。まあ、
フォロワーさんに限定するとかっていうのもね、実際に交流して仲良くしてる人とだけやるっていうのもありかもしれないけどね、全く見知らぬアカウントの人はまあ権限与えないとかさ、まあ、そういうルールはある、設定できるかもしれないけどね、基本的には、もうスピーカー権限を与えるつもりはありませんので、はい、まあ、そこはちょっとねご了承いただけると嬉しいかなと思います。はい、じゃあ一旦手を下げましょう。手を下げる、あれ、手下げて、手下げ、あ、下げた。結構間があるね。すぐポンって手を上げたり下げたりっていうことはできない感じで、ね、他のねアクションはね結構早いんですけど、まあ一瞬だけ出るだけだからね、他のアクションは。あとは、共同ホストを招待、スピーカーリクエスト、ここで見れるのね。はいはいはい、共同ホストってのもあるのね。2つ空きがあるね。共同ホストは2人招待できるところかな。あとはスピーカー、スピーカーはね10件空いてるから10人まで、なんか13人とか聞いたけど違うのかな。あとはスピーカーリクエストの人がいるとか、あとは何人の人がリスニングしてるとかね、リスナーの数とかも見れるんだね。 OK、 これは、そうか、 DM で招待とかリンクをコピーとかね。あとは今ツイッターのスペースやってますよっていう宣伝のツイートができるのかな。はい、まあ、一応ね今日の配信もツイッターで、まあ、ツイートして宣伝してはいるはずなんだけど、ちょっと待って、確認してみていい？スペースってね閉じれるんだよね、すごいよね。閉じれるというか、なんていうの、スペースをやりながら、ツイッター見たりとかできるんだよね。すごいね、これね。これちなみにツイッターのスペース閉じたらどうなの？閉じるっていうか、閉じるっていうか、アプリを落とすんじゃなくて、他のアプリケーション開いたらどうなる？ちょっとやってみていい？これ今、これ今聞こえてんのかな？ツイッターのスペースのユーザー。もしかしたらスマホをね、私が今触ってるから、もしかしたら音乗ってるかもしれないけど、ノイズというかね、ポンポンみたいな、触ってる音が乗ってんのかもしれないけど、今ね、Gmail 開いてちょっとメール確認したりしてるんだけど、どうだろう、これ、スペースで配信されてんのかな？踊ります、Twitter に。なんか、いけてそうな気しますね。なるほど、結構便利だね。なるほど、なるほど。OK、OK。あとは、やってみたいのは、あれだね。スケジュール。ツイッターのスペースって、スケジュール機能がね、あるんですよね。だからまあ、スケジュール機能は、ちょっと、明日以降ね、やってみようかなと思ってますけど。はい。という感じですかね。はい。OK。今何分くらい喋ってる？大丈夫だよ。これ1時間。大丈夫。今43分くらい、多分ね、だいぶ喋ったね。はい、まあ、この感じで、本当に私結構喋りますので、まあ、1時間はしないくらいに収めますけど、はい、まあ、アンカーにアップロードする関係もあって、1時間以上は喋らないつもりではいるんですけど、はい、って感じでございます。私がツイッチからツイッターのスペースに移行した経緯とか、なんとなく分かっていただけたかな。はい、まあ、とにかくね、ツイッチで音声配信をするのが、まあ、大変っていうか向いてないなっていうのがあって、今回スペースに、まあ、移行っていうとちょっと変だけど、ツイッチでの配信をやめてスペースでやってみようっていう話でございます。はい、 OK。 じゃあ、まあ、とりあえずね今日話したいことはまあ、こんな感じかなと思うんですけど、普段はね、まあ、こういったなんだ新しいチャレンジ、スペースやってみたとか、ツイッチでライブ配信やってみたとか、まあ、なんか、ね、音声配信の可能性をいろいろ探ったりする配信もね、やってるんですけど、基本は、私、アニメとかね、ゲームとか漫画が大好きなんで、まあ、ゲーム実況もやってますしね、アニメの話したりとかしてますんで、
よければね、はい、聞きに来てくれると嬉しいかなと思います。はい、まあ、最初の方にも言いましたけど、このツイッターのスペースで聞けるやつは、まあ、一応アーカイブ残して30日間はね、ツイッターで聞けるようにはしますけど、30日以降はね、ポッドキャストの方で聞いてもらえたらいいかなと思います。ポッドキャストの方は、音質も上がってますし、BGM 付きなので、まあ、その辺も考えてというか、まあ、その辺のメリットがね、やっぱポッドキャストにはあるかなと思います。今回はレコーディングじゃ、収録、録音か。録音してね、残しますが、今後、もしかしたら本当に、アーカイブは Twitter のスペースは残さず、本当にライブ配信のみで楽しむみたいな、する可能性もありますね。だからアーカイブは本当に、だから、ポッドキャストだけっていうか、アーカイブは、ポッドキャストで楽しんでください、みたいなね、風にする可能性も、まあ、ありますね。はい。というわけで、まあ、今回ね、Twitch からスペースに移行したというお話は以上になります。はい。いやー、疲れた。私、今週ね、ちょっと仕事が結構立て続けに入ってて、ちょっとあまりね、ゲーム配信とかもちょっとできるかな。やるつもりではいるんですけど、もしかしたら忙しくて、まあ、仕事といっても午後だけだから、まあ、午前中ね、余裕があれば全然できるんだけど、ちょっと午後ね、ゲーム配信したりとか、それこそね、アニメも見たいんだけどね、ちょっと午後ね、たくさん仕事が入っちゃってますので、今週はちょっと厳しいんだよね。7月のアニメ、そういえば始まりましたよね。もう全然関係ないけど。ね。7月のアニメ始まりましたね。ついに。まだ、春アニメ終わってないのもあって、今日はね、魔法使い黎明期か。と、このヒーラー、うざいだっけ？あれ？ちょっと名前忘れちゃった。なんだっけ？あれ？この、なんだっけ？あれ？名前間違ってる？ちょっと待って。このヒーラーめんどくさいな。うざいだよね。このヒーラーめんどくさいと魔法使い黎明期がね、まあ、今日入ってますけど、まあ、今日はそれを見ていこうかなと思います。で、7月に入るアニメのラインナップとかについては、まあ、後ほどね、はい、また別の日にお話していきたいと思います。もうすでにね、何作品だろう、だいたいね、毎クール50作品ぐらいは出るんですけど、今ね、現時点で34作品ぐらいかな。ちなみにこの34作品とか50作品っていうのは Unext での作品数ね。もしかしたら他のプラットフォームでは違うかもしれないけど、Unext は結構アニメのラインナップがいいので、まあ、D アニメストアと並ぶぐらいね、いいんですけど、今期、夏アニメまだ34作品くらいなんで、まあ、まだまだね、出てない作品もあります。だからその辺が揃ってからでもいいかなと思いますね。もうすでに始まってる作品もあるんですけど、例えばね、もう出てるやつといえば、昨日かな？昨日の夜かな？出たやつで、まあ、ルビーとかね、氷雪帝国とか、あとは、エクストリームハーツも配信されてますね、もうね。あとは、幽霊デコ。ちょっと癖の強いアニメっぽいですよね。あとは、武蔵野っていうね、多分、ショートアニメかな？とか。ちょっと待って、エクストリームハーツ？エクストリームハーツの本編はまだだわ。7月10日になってるわ。配信。Unext では。これ、SSS って何？サイドストーリーってのがあるの？ほんとだ。サイドストーリーだわ。9分のちょっとしたショートアニメみたいになってるんだね。なるほど。アニメで本編とサイドストーリーってのがあるんだね。これって YouTube にアップされてたやつ違うんかな？ちょっと見ていい？ちょっと音出さないようにさ。昨日だったかな？ YouTube 動画にね、エクストリームハーツのゲームっぽい画面で、なんかサイドストーリーみたいなの出てたんですよね。それかな？もしかして。もしかしなくても。もうすでに見たんだよな、それに関しては。そうだわ、やっぱり。見た。なるほど。これ Unext でも見れるんだ。なるほどね。まあ、これ YouTube でもね、全然、エクストリームハーツの、YouTube チャンネルだったかな。アニメーション会社のチャンネルだったかな。忘れたけど。
見れるようになってますんで、まあわざわざ Unext で見なくてもいいっちゃいいけどね。OKOK、ちょっと勘違いしてたわ。はい。まあ、この辺の具体的な話とかラインナップについてはまた別途ね、お話ししていきます。はい。なので、まあちょっとね、アニメも新しいのが始まったり、まだまだ春アニメも全部見切れてないので、ネットフリックスで言うとスプリガンもね、結局1話見てから、あれ以降見てないんだよね。そう。なので、ちょっとアニメもね、見なきゃいけない作品が多かったりしてるんで、若干ちょっと焦ってるんですけど、大丈夫かなってね。はい。まあ、ちょっとぼちぼちね、見ていけたらいいなと思ってます。あ、そう。で、あと最後最後。あのね、ちょっとこれ皆さんに教えてほしいんだけど、私、その昨日ね、ゴッド・オブ・ウォーっていうゲームをプレイして、メインストーリーね、クリアしたんですよ。うん。メインストーリークリアして、で、ゴッド・オブ・ウォーは一旦それで終わりにするんですけど、次、なんかさ、面白いゲームない面白いゲーム。うん。今ね、ヘブン・バーンズ・ネットをスマホで遊んでいて、まあ、配信してるんですけど、まあ、スマホのゲームでもいいし、プレステ4とかでもいいんだけど、うん。なんか面白いゲームあったら教えてほしいなと思ってるんですよね。うん。基本はね、ヘブン・バーンズ・レッド今やってて、ヘブン・バーンはね、もうちょっとかかるかな。メインストーリー終わるのに。終わるっていうか、まあ、3章やってて、3章で終わりじゃないんですけど、うん。まあ、イベントストーリーとかもあるんで、それで終わりではないんですけど、まあ、メインストーリーがね、今後いつ配信されるかまだわからないんで、3章の終わりとイベントストーリー全部終わるまでにもしかしたら7月8月くらいで終わっちゃうんじゃないかなと、うん、思ってて、そうなるとね、やることなくなっちゃうんだよね、ゲームで、ゲーム実況で。だからなんかこれ面白いよみたいなゲームがあったらぜひぜひね、教えてほしいんだよね。あのね、夏っぽいゲームやりたいなと思って、そう、あのね、この前かな、新しいチャレンジするって言って夏っぽいゲームを配信したいって言ってたんだけど、で、ちょっと目星つけてたゲームがあって、やろうと思ってたんだけど、まさかのまさかで、配信禁止のゲームだったっていうね、ことがありましたので、ちょっとね、焦ってる。やべえと思って、配信できないのこれと思って。まあ、普通に遊ぶことはね、もちろんできるんだけど、私一人で楽しんでもちょっとしょうがないので、そう、だから配信できるゲームでなんかいいのあればね、教えてほしいんだよね。そう、9月になったらね、それこそ、モノクロメビウスとか、黒の奇跡2のクリムゾンシーンとか出るしね、うん、10月になったら、あれだ、10月になると、なんだっけ、なんか出るんだよ。忘れたな。やりたいなと思ってたんだけど忘れたわ。そうそうそう。まあとりあえず9月からはいいんだけど、やっぱ7月8月、その私8月夏休み中なんだよ。夏休みに入るんですけど、夏休み中に何かさ、こうできるようなゲームあったら教えてほしいなと思ってるんだけどね。一応ね、一つ考えてはいるんだけど、まあちょっと普通のゲーム実況とは毛色が違うから。私が単純にやりたいだけだから、まあ、あんまり、うん、求められてはいないのかなっていう気もするね、ゲームなんで。あれなんですけど、まあ、だから、おすすめのね、スマホのゲーム、もしくはプレステ4がいいな。パソコンのゲームはちょっと私プレイできないので、スペック的に。なので、スマホゲーム、あとはプレステ4のゲームで何か面白いゲームがあったら、ぜひぜひ教えてほしいなと思います。はい。って感じでございます。はい。OK! というわけで、まあ、54分くらい撮ってますんで、まあ、そろそろ終わりにしようかなと思います。はい。まあ、こんな感じで、明日以降もね、Twitter のスペースで、まあ、ライブ配信というか、やりつつ、パソコンで収録もしつつっていう感じで、今後はね、ちょっとやっていきたいと思ってますので、はい。明日以降も朝6時くらいからね、だいたいやっていくつもりなんで、よければ遊びに来てくれると嬉しいです。はい。それでは、今回の配信はここまでにしたいと思います。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。